どうもピアニストの長嶋達也です。今日は僕の勤めているリシモア音楽院で、初の公開レッスンマスタークラスを行います。でこのマスタークラスを、行うにあたって僕が注意している点とか、マスタークラスをね将来受ける人または見に行く人が知ってると得するんじゃないかなっていうことを、今日は動画にしてみようと思います。今日来てくださる方々の半分はタッチャンネルを通して来てるっていうことをあの会社の方から聞いてますので、皆さんには本当に感謝しています。また、今日例えばマスタークラスの前にねこの動画を見る機会があったらそれでも役に立つと思うし、マスタークラスの後で見てもあなるほどこういうことをしてたのかなって、感じていただけたらいいなと思って作ってます。あとたくさんの方々から自分は講師じゃないから今回はいけないとかあの温かいコメントをたくさんいただいてそういう方々に、大体どんなことをマスタークラスで僕はしているのかっていうのをシェアできたらなと思います。それでは僕がまず一番気をつけていることこれナンバーワン敵を作りたくないとかそういうのを抜きにして僕は、自分が教えるときにその子の先生がダメだとかその子の先生が悪いこと間違ったことを教えてるっていう、アイディアを植え付けるのをもう極力気をつけてます。そういうことをしないように極力気をつけてます。その理由が、アメリカの、ダブルスプレーヤーテニスの話でごめんなさい、歴史的に残ってるね世界でずっと1位だったブライアン兄弟っていう双子の兄弟がいるんですけど、彼らとあの僕友達で、いろんなイベントにも一緒に出ててその時に、彼のお父さんってすごくカリズマ性のあるすごくたくさん話をする人で彼らを育てたコーチでもあるんでいろいろなところで僕たちがイベント行くとその地方のとこのなんかテニスクラブに呼ばれてあのまあピアノでいうマスタークラスみたいなことをするんですよね。ただ彼はもう なんか何も考えずにこれはダメこれはダメこれはダメって言って結局は要するにそこの地方のコーチたちが言ってることを全くダメって言っちゃうんですよね。じゃあ僕は間違ったことを見て間違ってるって言わないのか、それもないです。ただ僕が避けたいのはじゃあ僕がそれダメダメダメって言ってそこから生徒が何を得れるんだろう、あ、私の先生悪いんだ、それを得て何の得になるのかって思います。それだったら話し方に気をつけてただ単にあの生徒にだけねあの訴えるだけじゃなくて先生にもメッセージが与えられたら先生にも何か通じるものがあったらいいなって考えながら自然に考えながらね話してます。もう一つはやっぱり僕の信念っていうのは強いものがあります。それは当たり前です。僕小さい時からプロとしてずっと活動してきて信念があるからこそこの職業をやっていけるんだから。だけどその僕の信念とか僕の、正しいと思っていることをなんていうのかなもうあからさまにそういうふうに出したところでその子僕のレッスンを受けてることがどれだけそれを理解できるのか、先生の助けをなしにどれだけ理解できるのか、それだったら僕は、間違ってることは間違ってるって言うけどその子と先生2人が何かを得れたらなっていう感じで話をする。それを僕はすごく気をつけてます。もし僕がその教えてる生徒と先生がもし聞いてたらそのチームワークを少しでも助けられたらなと思います。ピアノを学ぶっていうのは一人でできないことです。親のサポートと先生と親と生徒のチームワークでやっとできるものなのでそれをサポートするっていうのを考えることがすごく大切だと思って教えてます。2、作曲家が示してくれたこと。作曲家、今僕たちが弾いてるうん百年前の作曲家っていうのは天才の中のその時代の天才の中のそのもっと大きな時代の天才の中のもっともっと大きな時代の天才の中から厳選されて残った超天才ですよね。その超天才の言うことは絶対なんです。ただその解釈の仕方によっては
数学じゃないんだから、まあ、数学者に言ったらまた、いや、数学はそんでもないとか言うけど、まあ、大まかに僕たちの知ってる数学と違って、1たす1は2ではない。音楽の場合は、1たす1が5になる時もある。ただ、その作曲家の意図を尊重するっていうことがすごく大切なので、それは絶対に、マスタークラスをする先生であろうと、普通の、毎週のレッスンをする先生であろうと、絶対にしなきゃいけないことです。ってことは、先生がそれだけの勉強と知識を持ってなければいけない。そして信念を持ってなければいけない。信念、何のことじゃ。バッハ、誰が本当にバッハが弾いて欲しかった音、弾くべきスタイルを知ってるんですか、今僕たちが生きてる中で。僕いつかね、こういう 僕の大親友 の今現代を代表するイタリアのピアニスト、アンドレア・パドバ、彼のね、好評だ、彼 の演奏会の好評をニューヨークタイムズで載ってるのを読んだことあるんですけれども、シェーンベルグさん、すごく作曲家のシェーンベルグじゃなくて、音楽のライターとしてずっと有名だったシェーンベルグさんが、アンドレア そのバッハの弾き方を書いてます。でこう書いてありました。私たち誰も、バッハがどういうふうに弾きたかったか、バッハのスタイルがどうだったかのは分からないと。おのおのが今私たちに、得られる本であろうと、インタビューであろうと、それからレコーディングであろうと、そういうところからいろいろな情報を取り入れて学んで、自分でそれをかみしめて、自分でバッハ、これが私のバッハの音、これが私のバッハのスタイルっていうものを築くべきだって書いてありました。素晴らしい意見だなと思いました。で、それを全ての先生がやらなきゃいけない。だからこそ信念っていうものが生まれる。それを考えずにやったら、ただその本からこれを得て、これを得て、これを得て、結局はなんか小さなみんなのアイディアをちょこ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 と まとめたものになってしまう。まとめたものを誰かに伝えようとしたら、それは通じないと思います。自分が絶対これだという信念を持って、でも柔軟性を持って生徒に、その作曲家の、意図とかスタイルを伝えようとするべきだと思います。三つ目、今言った二番目の、その作曲家を常に尊重するということと反対っぽいことを言います。その子の技量、その子のレベル、その子の性格、音楽的な性格ね、とかにもよって変わるんだけど、今その時点でその子の個性を伸ばした方がいいのか、それとも今この時点でその子 のレベルとか弾き方に作曲家の意図をもっともっと尊重してもらうべきなのか、それを即座に判断することも先生としてすごい大切だと思います。例えばモーツァルトなのにわざと僕はショパンのように弾かせる時があります。たくさんいろんな先生からブー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 言われます。どうぞ言ってください。僕のゴールは一回教えて終わりじゃないから、ショパンのように弾かせて待った、これは18世紀の、高貴な宮殿の音楽だからそういうスタイルにじゃあ今度戻すよ。だけどショパンのように弾かせてるからつまらないきちっとした音楽ではなくなる。内田光子さんを聞いてみてください。イングリッド・ヘブラーを聞いてみてください。どんなに古典的に弾いていてもやっぱり古典派に生きた人だって人間なんだから、ロマン派時代の作曲家のように人を愛する、悲しみを感じる、そういう感情というのは変わらないから、あまりそういうふうに、アナリティカルにね、スタイルスタイルスタイルっていうのも良くないんで、僕は、その子によってはその子の個性を伸ばすことに集中しちゃう時があります。でマスタークラスの場合は1回しか会えない子が多いので、ちゃんとそれを説明します。最終的には君は何を探さなきゃいけない、でも今この時点ではこういうふうにやってもいいんじゃない、君の個性、君の長所はこれだからこれをもっと伸ばしなさい、長所を伸ばせば短所が見えてくるよっていうことを教えようとしています。何があるかな。まあ練習方法も教えるの大切かなと思います。僕たちがね、そのマスタークラス1回のレッスンでできることっていうのは種を植えることなんですよね。
こうこうこうって一緒に練習して、どれだけその子が僕から僕の練習法を得られるのかなって思うんで、こんな感じで練習してみて、どれだけ成果があるか確かめてみとか、プランを立ててあげる、音楽的なこともそうですよね。こういう種を植えたら、その先生と本人の先生と一緒に勉強していって、あと何年後に芽が生えてくれないかなっていう感じの種植えをするのが、多分僕のマスタークラスの一番の、目的です。プロの人が僕にマスタークラスを受けに来ることがしょっちゅうあります。僕ツアーしてる時に有名な音楽院とかでマスタークラスを頼まれます。そうするともうセミプロとかプロの人ですよね。そういう人たちにはもうもっとプロとして役立つような、要するにその子その子のレベルに合った教え方を、種植えをしていくっていうのが僕にとってのマスタークラスです。今日はこんな感じです。もしこの動画気に入っていただけたら、いいねさんお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、リシモ行ってきます。さよなら。